はい、きらけいです、えー。今日は紙パック式の安い掃除機についてご紹介します。まあ私ね、あのー、紙パック式の方が好きなんですよ、サイクロンよりも。っていうかこうズボラなしとほど紙パック式ですよね。うん、で、えー、この商品はアマゾンで買えるおそらくまあ一番安い商品であろうグリーンウッドの製品で、だいたいにアマゾンでね、五千何百円かで六千円以内で買える商品です。 でまあ、これだけの紹介だとなんかちょっとよくわかんないんであのうちでね、えー、日常使いしているこパナソニックの商品があるんですけどこれはね2019年に、えー、9,000円以下1万円しないで、えー、買いましたまただしもこの商品も廃盤になってるんですよでなんていうかこの性能というか使い勝手というかこの辺を詳しく見ていくと今ね日立のね 1>, えー、1万1000円ぐらい1万2000円ぐらいで買える商品とまあ全く機能も同じだと思いますこの例えばこうブラシのねブラシの中が見えるかなブラシの中がこういう構造であるとかまああとなんかこう見た目とかね仕事率とかそういうのを見ても今の日立の製品がこのねスイッチのねこのスイッチの感じすらねその日立のやつが日立の1万2000円ぐらいのやつが近いと思います。 こののパナソニックの製品とねまあまあさきままあ油断、まあ、まあだえー、比較対象はこれで、えー、まあメインで紹介するのはこの5,0005,000円ちょっとの商品ですでもうね、えー、3日4日使ってるんですよこれ八丈島に持って行ってね使おうと思って買ったんですけどまあその前に今このねうち、えー、で使ってますで、えー、まずね、えー、っていうかこれ単体だとね あのいいんだが悪いんだかわからないというかその単体だけの話をさせていただくと、まあ、普通に <laughs> 普通に使えます掃除機としてあのー、まあかもなく負荷もなくというね、えー、ここにパワーのコントロールもできますんで、えー、これ残念ながら仕事仕事率吸引仕事率が300なんですよで、えー、普段うちで使ってるこのパナソニックのが470かな。 で最近このタイプのものはね500以上あるものが多いです。消費電力がマックス同じ1000ワットでもそれくらいの差は出ます。で、えー、あと騒音ですね、えー。についても話しますけど、まあ、まずスイッチなんですけど、このスイッチがね、あごめんなさい、この商品はダメだっていいんじゃないんですよ。これ どうしてもこういうレビューをするとね、不満点ばっかりなら並べがちというか、並べるしかないんですよこ、ね。いいとこ悪いとこあるんだけど、どうしてもまあ悪いところを並べがちなんで、これダメだって言ってるように聞こえるかもしれないんです。そうじゃないんですよ。これは安いんですから。安いには安いなりのわけがあって、こういう点が安い理由ですよっていう、その安い理由さえはっきりしていれば、信頼して使うことができるという。またまあ私はそういう考え方なんですよ。妙に 妙に高精度なくせに安いってやつは怪しまなきゃダメですよ。中華製品じゃないですけど、そういうのはおそらくすぐ壊れるんだろうなとかね。で安いに訳があるときはもう信用していいと私は思ってます。で、まずスイッチ。でね、この掃除機はまあここを持ってこう使いますよね。で、スイッチがこの下にあるんですよ。で、普通このタイプの掃除機ってここにスイッチついてますよね。この日立の製品でもそうですし、まあ普段使いしてるパナソニックの商品でもそうですけど、ここについてますよね。 でしかも、この手の掃除機っていうのは、その吸い込み力をすぐポンと変えたいっていうんで、ボタン式のが多いんですよ。これもボタン式です。で、こっちは <laughs> 使いやすいです、やっぱり。やっぱりなぜそうなってるのかっていうわけがあります。で、こうスライド式って、一見、こうスライド、スライドね、皮が簡単に変えられるかなと思うんですけど、こうやっててさ、しかも、しかもここにない。ここにある、下に。 だかここのパワーをコントロールするためにはもう片方の手でコントロールする必要がある。だからこそですねこれこうスライドする時にねやっぱやりにくいわけでボタンでポンと変わるわけじゃないんでこう今日に中から強にしようかと思ったらハイパワーにいっちゃったりとかね強から中にしようと思っても弱に行ったりとか一番下だと切れちゃいますから切りまで行っちゃったりとかっていうこともあってちょっと使いにくいですね。 先の方かから説明ししまょうかねヘッドヘッドはあコンパクトです。コンパクトです。コンパクトで、えー、あこっちの方がね、高いやつの方がコンパクトで、えー、安いやつが大きいです。で、でここにね、えー、切り替え式です。昔,昔って言ったって、今の若いおっさん結構な年いってるんで、昔はこうだったとか言えるんですけど、今の若い人にとってはね、その話なんじゃらほいなんですけど、このね、 毛がねレバーをやると分かりにくいから出たり入ったりする構造だったんですよこの毛がねでこれであのフローリングとカーペットの切り替えをするっていうのがまあ一般的だったんですはいで今現代のこういったヘッドっていうのはそんなもんついてないんですなぜかというとこの中に吸い込みの力で回転するブラシがついててこれがこの このブラシが必要なところ、必要でないところって、勝手に判断してね、回ったり回らなかったりでえ掃除してくれるというタイプのヘッドがついてるのが普通です。で、あと、太さ。まあ、見ていただいてわかるように、グリーンウッドの製品の方が細いです。これはこのプラスチックのチューブの部分の細さだけじゃなくて、このホースも、ホースも細いです。ホースも細いです。ああ、おお、ちょっと。 で,でまあ私の勝手な想像なんですけどこれどちらにせよこの手の掃除機っていうのはうるさいに決まってるんで <laughs> 深夜に使っちゃいけないのはどっちも同じまあ大同小異というかね同じようなもんなんですけどまああえて比べればグリーン運動の方がうるさいんですけど。 おそ,れはおそらくね、ホースの太さに気にしてるんじゃないかなと私はあ、睨んでおります。それからね、あと重さ。細い方がこれ軽いんじゃないかと思われがちですけど、おそらく材質なんでしょうね。明らかにパナソニックのこの高い方の製品の方が軽いです。こっちの方が重いです。ただし、これを比べればというだけです。普段使ってる時だったら、まあ、こっちで構わないし、そうそろこう持ち上げて使うもんじゃないんで、 こう少々ね、え何、ー、とかな、重さがあった方が、動きが安定するかもしれません。それはまあ、あ好みというかね。で、ヘッドの部分の、でもね、重いだけだからかね、ヘッドの部分のタイヤがね、これ、こっちがねこう、大きなタイヤがここにしっかりついてるんですよ。これがね、あのとてもいいですよ。で、あとこの、この回転力もねあの、スムーズです。で、パンスーキュの製品の方は、タイヤがちっちゃいんで、これね、ここについてるタイヤが。 ちっちゃいのと、あとこの動きもね、なんだろうね、これ使い込んでるからせいかもしれない。あと、ヘッドがちっちゃい分、こう、テコの原理が働きにくいっていうのもあるよね。その辺ね、意外とね、こう、回り込んで掃除させるときに、これがね、長さが長くてよく回転して、タイヤがでっかいっていうのはね、これ利点ですね。 で本体の重さについては変わりません。こっちもこっちも。変わりません。えー、で、あと、あ,のあとんだろうね。コードの巻き取り、<laughs> 細かいすみません。コードの巻き取り力は明らかに <laughs>、まあ、ワウッドの方が強い <laughs>。どうでもいいネタですけどね。どっちもちゃんと吸い込みます。で、あとね、隙間ノズルの話し,しておきましょうか。で、この隙間ノズルがパナソニックのは、まあ、こんな感じですね。で いしょ今こ,うこういうとこに取り付けられる。で、グリーンウッド。グリーンウッドはここにこうスポンって抜けてます。で、これ面白いなと思ったのは、隙間ノズルがね、こっちのがね、吸い込み口ちっちゃいんですよ。だから、この掃除機って、えー、仕事吸引率300で、こっち470。パン則ク470でここ、グリーンウッド300なんですけど、この隙間ノズルに関しては、 吸い込み口がちっちゃい分こっちの方がね強力に吸い込みますただしうるさいねうるさい音で吸い込みます吸い込まないよりはいいんでねで、えー、紙パックの話をねしましょうかね紙パックは同じようなもんですえー、これもこれも同じようなもんですで試しに、えー、純正の紙パックを買ってみましたグリーンウッドの純正の紙パックは安いです えーと5枚入りで、ね、600円しないです。500いくらですね。で、えー、これはもちろん、これはあの純正を使わなくて、えー、こういった、えー、各社共通って、ね、100均いくと売ってますけど、これで十分です。これの、これ見てみましょうか。よいしょ。えー、こっちが純正ですね。ピンときてるかなで。こっちが 各社共通でこれ紙のねこの部分切り取れるんで切り取るとこう全く全く同じ大きさになりますから使いますで穴のサイズが純正、えー、の方がちょっとちっちゃいんですよでこれそれについてももう,もう全く問題なくはまりますでも一つ言えばうちね昔ねあの日立の掃除機をあ日立じゃない三菱の、ね、掃除機を使ってたことがあるんですよこのパナソニックの前にでその時の紙パック余っててこの紙パックの型番が MP3 っていう。 型番になってるんですけど、この MP3 の型番とグリーンウッドのこの紙パックのカタバンは一緒 <laughs>。穴の大きさが微妙に違うけどそれ以外はね一緒なんでえー三菱の MP3 っていう紙パックを買ってくるかもしくはこういったあの紙パックの適合表にえー三菱の MP3 と書いてあるものを書いてある各社共通紙パックを買えばもう確実に。 えー、こうグリーンウッドのこの製品で使えるということになり,なりますというかといそういうことですと使えますと。なとこですかね、えーまあ、今あ解説してきた通り、えー、こっちはあやち1万円弱で今現在これと同等の商品を買おうとすると、まあ、1万2万二千円ぐらいするとそれの半額で買える <laughs> グリーンウッドのこの製品で今言ったように、えー、差はちょっと重いそれからあちょっとうるさい。 でパワーがマックスパワーの場合ですけどね、マックスパワーの場合、若干劣ると、ただから、通常の掃除の時には、だいたいね、中とか、まあ、場合によっては弱とかで十分ですから、こうフローリングなんか弱で十分ですから、そのフルパワーにこだわらない人であれば、まあ、これでいいんじゃないかなと思います。ここであのー、今言ったところがこ安さの理由ですから だめな商品というかね、えー、怪しまなきゃいけない商品ではないと思います。まあ、この後私これ八丈島に持ってって、えー、少なくとも3年は動いてくれないと困るんで、えー、後々ね壊れたら壊れたというリボードはあげますけど、えー。ということで、えー、一応アキラ系がグリーンウンドのお安価な5000円ちょっとでアマゾンで買える掃除機を紹介しました。あ以上です